日本放送ゴールデンボンバー桐生院賞のオールナイト日本桐生院賞様スタッフ様、えー、いつもお世話になっております AV メーカールーキーの広報宣伝担当高倉です。<laughs> これまたあのメールもいただきましてえっ、ー、とでもこれ番組始まる、えー、今日今日いただいたやつですね。えぇ、ー、さんお待たせしました。本日ゴールデンボンバー激に気流翔は女だったの DVD がついに完成しましたやったーと。 顔文字付きで、こう。とても軽いノリで、えー、軽いノリじゃないか。明るい、こうだなんか。やったーやったー,あーって書いてありますあの。ちゃんと、その、顔文字付きで、えー。発売日の3月19日が待ちきれないくらいスタッフ一同喜び興奮しております。ニコニコマーク。うん。えー、出来上がったばかりの製品 DVD を、えー、早速番組あたりにお送りしたいと思います。ぜひ、皆さんと一緒に、 えー、え、お一人でこっそりとご覧ください。かっこ笑い。この,こ,の<笑>この人、この人があの、うちの名前使って、なんか作品作ってる。ななあれなんか、なんか、ちなんかノリがおかしいんだよな。<laughs> もうちょっとなんか、おごそく、なんだろう、こう、ええー、まあいいか、別にいいか。嬉しいし、うん。さ <laughs> あ、そんな感じで、えー、っと、 これからも番組を楽しみにしています。頑張ってください。高倉ということがあの、完成しましたというご報告をいただきまして、じゃ届くまで少々お待ちくださいと。あ,あついに完成したんですね、あの、問題の作品が。<laughs> ええー、そっか。じゃ今日の放送には間に合わなかったわけですね。この、ものが。ものはまあできていると。はあ、ええー。ちょっともうなんか、もうこれ以上こう、何週にもわたって、このせん、これの宣伝というか、これに触れてるとなんか、 俺も一緒に作った人みたいな思われちゃうし、なんかそんな、そんなにさ、もう毎週レポートみたいになってもちょっときついっすから、ちょっともうそろそろ今週でこの話題も、この話題、うそういうのを喋んないでよって多分ね、あの、ね、あの、レディーズファンもいらっしゃると思うから、ちょっと、ちょっと今日の中に欲しかったね。